珍しく寝てんだ。起こす必要もねえか。体は休められるうちに休ませねえとな。道は空いててもパーキングエリアは混んでんな。ま、急いでねえからいいけど。コーヒーでも買って帰るか。あ？おいおい、ママ冗談だろ、迷子かよ。親は見当たらねえか。まあここは目立つし、ああやって泣いてりゃ親も気づいて迎えに来るだろう。もしかして私のこと覚えて先にお店行っちゃったの？あ、おい、勝手に動いたら見つかるもんも。そっちは駐車場だ、危ねえ。くそ、ガキは苦手だっつうのに。おい、うろちょろすんな。親はどうした？あのね、おトイレから出てきたらもういなかった。とりあえず勝手に歩き回るな。親もお前のことを見つけづらいだろう。うん、なんだその手は。タコは高いとこから探すの。あのな、なことしたら俺が誘拐犯か何かだと思われる。笑うとこじゃねえだろ。たく、高い。暴れんな。この高さから落っこったら痛えぞ。ねえ、お兄ちゃんはおでこ痛いの？でこ？ああ、傷のことか。これは全然痛くねえ。本当？ああ、昔は痛かったけどな。でもまあ、かっこいい怪我ってのは痛くねえんだよ。どうして？そんなん決まってんだろ、かっこいい体。ったく、のんきなもんだ。年は五六ってところか。勝手に動き回る盛りだからな。次に迷子になった時はその場から動くな。じっとしてろ、わかったか？こんな交通量多いとこでガキが一人でうろちょろしていいもんじゃねえ。タチの悪い運転するやつもいるんだ。お兄ちゃん怒ってる？あ、いや悪い、怒ってるわけじゃねえ。気をつけろってことだ。うん、わかった。そう落ち込むな。トイレではぐれたってんならすぐ見つかんだろう。ママ私のこと見つけてくれるかな？見つけてもらうの待ってるだけじゃダメだ。この高さならよく見えんだろう。お前も自分からママ探せ。きっとこの近くにいるから。うん、見つける。あ、いたか。欲しい。ママに買ってもらえ。たく、さっきまで泣いてたと思ったらすぐこれだ。あ、ママ。もしかしてあれか？ママ、ママ。暴れんな。ママ。親見つかった途端に一目散か。たく。キズナ兄ちゃん、ありがとう。おお、もう親心配させんじゃねえぞ。
首がまだ重い。ご苦労様、傷のお兄ちゃん。すぐに見つかってよかったな。彼女の母親も泣きそうな顔で探し回っていたからね。お前いつから見てたんだよ。あの少女が単独でどこか別の場所に移動しようとした時かな。いや、厳密に言うとお前が、ああもうダメだ、放っておけないという顔で腹をくくって少女を呼び止めた時くらいからだ。最初からかよ。タヌキ寝入りしてんじゃねえ。そんな顔をするな。いいものを見せてもらったと思っている。見せ物じゃねえぞ。まあそう照れるな。そのコーヒーは俺の分か。いただこう。ん？ああ、ほら。さあ、福岡支部に戻ろうか。車を出してくれ。はいはい、仰せのままに。すぐ出しますよ。